ルーカス・リゲティは、オーストリア・ウィーン生まれの作曲家、パーカッション奏者である。彼の作品は、ジャズ、現代音楽、そして様々な世界中の音楽の要素を取り入れている。リゲティは、ハンガリー人の祖先を持ち、著名な作曲家であるジェルジ・リゲティの息子である。ウィーン国立音楽大学で修士号を取得し、そこで、エイリヒ・ウルバンナーから作曲を学んだ。 頻繁にアフリカへ旅行し、コートジボワール、エジプト、ジンバブエなど、アフリカ諸国のミュージシャンと共演した。彼のグループである、ブルキナ・エレクトリックは、エレクトロニカとブルキナ・ファソのポピュラー音楽を一つにまとめたものだった。1994年から1996年まで、彼は、スタンフォード大学の音楽音響学研究センターで、客員作曲家となった。また、 エリオット・シャープ、ジョージ・ルイス、ヘンリー・カイザー、ロイ・ナ・サンソンと仕事をした。2006年には、ヨハネスブルグにある、ウィット・ワーターズ・ランド大学の客員教授を務めた。現在は、ロサンゼルス在住である。作曲は、ロンドン・シンフォニエッタ、ブダペストのアマディンダ・アンサンブル、アイス・ブレーカー、ロンドン・コンポーザーズ・アンサンブル、シナジー・パーカッション・シドニー、アンサンブル・モデルン、クロノス・クアルテット、 ウィーンラジオシンフォニーオーケストラ、バング、オンアカンなどから依頼されている。1990年のウィーン作曲家奨励賞、1993年のオーストリア共和国賞やカリフォルニア州サンタクララ軍芸術評議会及びオーストリア州による作曲奨励賞など数多くの賞を受賞している。ありがとうございます。